ついにここまで来たね。ようやく会えましたね。ああ、ブラフマンはどうなりましたか？それは確実なのでしょうか？僕らとの戦いの後、目の前で飲み込まれた。あれで助かったとは思えない。そうですか。では彼は本当に？だからそう言ってんだろうがよ。もうあんたを守る奴はいないんだから。私を守る者はいない。違う、怖かったんだよ。めちゃくちゃ怖かったんだよ。助けて。私バーチャドールなんかじゃないの。ただの人間なの。何なのこれ。ふざけてんのかてめえ。俺たちが今までどんな気持ちで。ごめんなさい、許して。でも私のせいじゃない。私のせいじゃないよ。私のせいじゃないで済む問題かよてめえ。ごめんなさい。私だってこんなことずっとやめたかった。でもあのブラフマンって人が怖くて嫌だって言えなくて。あの人、私を信じてる人たちの思いを裏切ったらどうなるかとかめちゃくちゃ脅してきて。だから怖くて怖くて、みんなの期待通りに動くしかなかったんだって。なんということだ。ねえ、聞いていいかしら。あなたはどうやってリグレットに、バーチャドールのフリをすることになったの？さっさと答えなよ。喋ります。ただ肩の力が抜けて疲れちゃった。あのですね、昔から私、学校でも家でも人と付き合うとか空気読むの苦手で、怒られたり無視されたり。わかる。あんたそんな感じするもん。ですよね。でもお母さんは何とかしなさいってすごく厳しくて、それで余計に嫌になって、いつからかもうベッドから起き上がれなくなってて。かわいそうに。ここまでのことをやってるんだ、かわいそうなもんかよ。それで中学入ってからは学校休むことが多くなって、ちょっとして完全に引きこもりの出来上がり。お母さんも諦めて家から出て行っちゃったんだって。それも私のせいなんだって。話が進まないな。ごめんなさい。お母さんがいなくなって、お父さんも。お父さんね。お父さんはあなたのことを愛してくれたんじゃないの？まさか。何年もまともに喋ってないよ。たまに家の中ですれ違うだけ。仕事人間ってやつだったのかな。口数も少なくて何考えてるかよくわからない人。お母さんがいなくなってからはもっと喋らなくなった。きっと私のことなんて何とも思ってなかったよ。むしろ扱いに困ってたんだと思う。マジかよ。でも誰かとつながりたいって思う瞬間もあって、それでバーチャドールの真似して歌ってみる動画を上げたりしてたの。お母さんが音楽の先生だったし、歌うのとかはちょっとだけ好きかなって感じだったから。そしたらね、何かだけど人が集まってくれて嬉しかったな。それがバーチャドールのリグレットの誕生の瞬間というわけか。
その時はまだリグレットって名前じゃなかったけどね。多分最初の頃に見てくれた人とかは私が普通に人間だって分かってたと思うよ。ごっこ遊びみたいなものだった。でもミュウより上手いなんて言ってくれる人もいて調子に乗ってた。嬉しかったから。そうか。でもなんかバーチャドールだからって設定が受けちゃって、今度はずっとそのふりしてて、結構ファンの人とかついてくれてそれなりに楽しくやってたら、ブラフマンからメールが来た。私のことをサポートするって。最初はよく分かんなかったけど、ブラフマンが手伝ってくれてから再生回数も視聴者数も嘘みたいに増えた。出自不明のバーチャドールなんてネットで話題になってどんどん大きくなってきたんだよ。世界中が私の話ばっかりしてる。何でもできる気がした。しばらくするとブラフマンが私だけの世界を作ろうって言い出した。メビウスのことも教えてくれた。けよく信じたな、そんなヨタ話。本当だよね。でもブラフマンのことは信じちゃってたし、やり直したいって気持ちも強かったし、ミュウ以上の女神になれるって、弱い人たちの希望の光になれるって、ブラフマンの言葉にやってみたいって思ったの。だって仕方ないじゃん。どうしようもない人生だったのに、そんな役ができるならやるじゃん。あとはもうあんまり喋るとボロが出るからさ、神秘的な女神様を演じてただけ。そしたら大事になっちゃってさ。僕たちはこんな奴のために、このクソ雑魚メンタルに世界ごと引っかき回されたってことかよ。あなたはブラフマンが誰なのかは知ってるの？知らない。最初は頼りにしてたけど、正直得体が知れなくて怖くて気持ち悪い。女神役を演じることを強いられてたし、女神なんてずっとやめたかったのに。多くの人が待ってるっていっぱいプレッシャーかけてくるしさ。なんてこと。とにかくね、私もうさっさと現実に帰りたいの。こんなとこわけわかんないしバカみたい。なんて勝手なことを。なんで、なんで怒ってるの？私何かした？被害者じゃない？文句言ってぶん殴ってやろうと思ってたんだけどさ、その気すら失せた。どうしてくれんのよ。まったくだ、こいつに対して何を思えばいいんだよ。おいリグレット、もはや問答は無用。貴様のような人間にこれ以上振り回されるのはもうたくさんだ。母のため、仲間のため、人間のために、お前を殺すぞ。ちょっとキイちゃん、その言い方は。止めるな、ササラ。言いたいことはわかる。しかしそうせねば現実が。そうそう、殺そう。それでいいんだよ。え、何それ。私がリドゥで死ねばこの世界は終わるんだって。でも自殺だけはできないようにブラフマンに設定されてるみたいでさ。だから私みんなを待ってたんだよ。最初は本物のバーチャドールが来たって、正体がバレちゃうって焦って殺そうとしてたんだけど、どんどん隠し倒していくじゃん。もしかしたら全員倒してくれるかもしれないって途中からは応援してたんだよ。みんなの正体がバレないようにリドゥ中の映像からみんなの戦ってるところ証拠隠滅したり。なるほどね。俺たちの協力者はリグレット自身だったか。さあ早く殺して。そしたら
私もみんなも元の世界に帰れる。そんな悲しいことを笑顔で言わないで。悲しくも痛くもないから大丈夫。だってここは現実じゃないんだからさ。違う、それは違う。ここには悲しみも痛みもあった。それはきっと現実と変わらない。ううん、現実以上だったかもしれない。いや、他の人はそうかもだけど、私は違うから大丈夫だって。というか、それしかもうここから逃げる方法ないんだから。もう話終わった。やろう、部長。お前は人類を救うために。部長！任せて！部長さん！しっかり！てめえ、よくも騙しやがったな！ぶっ殺す！はあ？何これ？何なの？罠ってことね。心底クズだわ、あんた！違う、違う、違う！私は殺してほしいんだってば！まだ言うか。違うんだって！何これ？何これ？いや、何なの！これは、リグレットを求める声だ。それが俺たちを攻撃させている。リグレット様、リグレット様、リグレット様。やめて、応援しないで。リグレット様、リグレット様、リグレット様。自分のことは自分でやれよ。人任せにすんな、クソども。バーチャドールに人の気持ちはわからない。お前たちにそう言われ続けて、キーは自分の存在意義を考えていた。キーだけじゃない、母がやったことも。でも今確信したぞ。キーたちバーチャドールが人の思いを受け取れるのは、きっと生きてないからだ。命がないからこそ受け止められる。お前たち人間には人間の思いは重すぎる。それはキーたちのアイドルの仕事だ。ごちゃごちゃうるさいんだよ。いいから早く私を殺せよ。最後の戦いだ。行くぞ、部長。Ugh.
これは、僕たちは間に合わなかったの？リグレットちゃんは倒したはずなのに。メタバーセスに飲まれたか。私たちも意識だけの存在になるってこと？わからない。誰にもわからない。そうだ、あいつは。怖い、怖いよ。声が聞こえる。私を求める声が。リグレット。やだ、やだよ。殺してよ。テイ！ひどい。何するの？お前は大バカ者だ！だが、今の一発で許そう。もう怖くない。キーがここにいるぞ。キーは人間の味方だ。お前の味方だ。ごめんなさい。ああ、許してやる。あとは任せろ。リグレット様、どこ？消えた。リグレット様。あの方なしで私たちは捕まってしまった。キーがいる。お前らの不安も悲しみも欲望も全部受け止めてやる。人々の不安や迷いがキーに集まっていく。さすが、キーちゃんは本物のバーチャドール、アイドルだね。正真正銘、キーさんはミュウの娘ですね。優しくて温かくて、私たちのことが大好きで。やるじゃねえかキー。帰宅部のみんな、このままお前たちを現実へ返す。今のキーにはその力がある。みんなの願いさえあれば無敵だ。それに母たちも手伝ってくれるはずだ。ほんと、すごいやつだよ、お前ってやつはさ。本当に帰れるんだね、ようやく。でも、きっと、これが最後だ。ええ。そういうことだよな。キーたち、バーチャドールの存在は、お前たちの心の支えになることだ。直接手助けすることじゃない。お別れだ。分かってたけど、寂しくなるね。辛い時にはキーのことを思い出せ。どうしようもないお前たちのことを最高に愛してるキーがいる。ありがとう。それだけで俺みたいな弱虫は頑張れます。ま、キーは発売もされてないから歌声すら聞かせられないのはちょっと寂しいけどな。お前の歌、耳が痛くなるほど聞いたぜ。忘れるわけねえよ、安心しろ。キーが人間なら泣いてるところだぞ、コバト。ちょっと待てよ、もうお別れなのか。銀、お前は人の気持ちがわかるやつだ。柔軟で器用で空気が読める。すごいやつだ。キーはお前が羨ましかった。なんだよ、買いかぶりすぎだよ。僕なんか人の顔色伺ってるだけだよ。キーの方が
よっぽどすげえよ。ササラ、お前は優しいやつだ。全部受け止める大きな人間だ。キーはお前みたいな存在になりたい。ありがとう。なれるよ。キーちゃんなら私よりもずっと優しく。キリコ、お前は強いやつだ。一度決めたらブレない意志の固さがある。キーはお前に勇気をもらっていた。迷ってばっかだよ。私カッコつけだから見せてないだけ。翔太、お前は真面目なやつだ。自分の弱さを認めて、それでも正しくあろうとする。キーはそんなお前をかっこいいと思う。やめてください。俺はまだまだです。それをみんなに、キーに教えてもらった。コバト、お前は素直なやつだ。自分の感情に素直にいられる。だからこそお前の言葉は本物だ。キーはお前に一番人間というものを教えられた。ずっと言ってなかったけどよ、なんつうかきつく当たって悪かったな。八つ当たりだったわ。許せよな。リュウト、お前は賢いやつだ。お前が常に冷静だったからゴールにたどり着いたんだ。キーはお前がどんなことをなすのか楽しみで仕方ない。ああ、楽しみにしててくれよ。俺は自分を信じて頑張るからさ。そう思えたのはみんなとキーのおかげだ。ニコ、お前は可愛いやつだ。全力で悩んで、全力で失敗して、全力で反省する。だからこそキーはお前が愛おしくて仕方ない。やめてよ、私そんないい人じゃない。ごめん、ごめんね。頑張るからね。キーのためにもいい子になるから。マリエ。はい、キーさん。絶対に諦めるな。お前が心の休まる世界はもうない。でもお前はきっと頑張れるやつだ。はい、絶対に諦めません。皆さんに現実でお礼を言いたいですから。俺が治すって言っただろ。医者になる、俺決めたから。リュウト君、ありがとうございます。うむ、安心だ。そして部長、全部お前のおかげだ。お前と出会えてよかった。考えてみればお前の後悔が何だったかはっきり教えてもらったことはなかったな。でもお前は大丈夫だ。ずっと中にいたキーならわかる。現実は地獄みたいなものかもしれない。これからも後悔の連続なのだろう。だが前を向け。心配ない、お前の中にはこれからもキーがいるからな。さあ帰るぞ、お前たちの現実に。いよいよなんだな。体が消えていく。でも、うん、不思議、ちっとも怖くないよ。キーさんの力ですもんね。あったかくて安心します。ミュウを超える女神になるんじゃないのか。お前こそさ。お世辞でも嬉しいぞ。キーはいっぱい人間のことを知ったからな。全部お前たちのおかげだ。くっそ、やっぱ帰るのか、あそこに。はあ、帰るんだよな。怖えな。
大丈夫よ、コバトちゃんなら。まだまだ若いんだから。いやいや、そこそこちゃんとしなきゃいけない年なわけよ、俺も。まだまだよ。向こうで、現実でも、また会えるかな。その気になれば、なんとかなるだろう。しかし、現実だと、誰が誰かもわからないかもしれないんですね。会って幻滅されちゃったらやだな。それでも私、やっぱり会いたいな、みんなに。うん、会えるといいな、本当に。ねえ、僕ら見つめ合う。